はい、ではですね、現状の洗濯機を見ていきたいと思います。こちらですね、基本機能が備わっているというものですね。これよく見ると黄色く黄ばんでんですよ。 LG ですね、もうロゴが欠けておりまして、でこれパッカーと割れております。約10年以上使って中古で購入したので、もっと経っているかもしれませんね。お世話になりました。ありがとうございました。本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 よいしょ。はい、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。今回ですね、洗濯機購入したものを紹介していきたいと思います。この型番です。はい、紹介する前にですね、監督が使ってます LG 全自動洗濯機家庭用、出会いをですね、ささっと紹介していきたいと思います。時は2011年、映画制作を追求するため、地元岩見沢から札幌へ引っ越し時にこの洗濯機と出会いました。ちなみに当時はルームシェア、方向性の違いからアパート2年契約で、それぞれお互い個人活動をすることに。ルームシェアの相手は実家に戻り、監督はですね、そのまま札幌で一人暮らしを始めることになりました。というわけで、譲り受けたのがこの洗濯機となっております。あれから10年、監督の映画制作人生とともに青春を駆け回ってきた洗濯機と言えます。最近ですね、飛行機のエンジン音かというぐらいのですね、ブブブブーンブーンブーン、防水タイム、なんかでかいなーってね、もう撮影地は絶対に回せないなーって思ってたんですよね。多分中古ショップで買ったから、もしかしたら12年13年前、そろそろ行ってしまうんじゃないかなというね、気持ちは芽生えていたのですが、つい先日バキャッて、ってね、もうナビもカタッて固まってね、やべえ音聞こえたな。その後ね、すぐ洗濯機使ったんですが、引っ張り出すと、もう、水がボタボタ、ボタボタ垂れて、もう何これ。というわけでですね、防水機能、もう最後のブンブンっていうあの機能がね、使えなくなったということで、ぶっ壊れました。というわけでですね、最近ね、バスタオルって結構水を吸収するじゃないですか。ベランダで干しましたところ、もうこれ、ちょっと見て。カピカピで、これで体拭いたら痛いぞ。ただ傷つけるぞっていうぐらいのこのカピカピさ。ねえ、やばいでしょこれ。というわけで、改めて洗濯機の防水機能ってすごいな。発明家、技術者とすごいなと思いました。洗濯機買うにしてもいろいろ調べました。4つポイントを絞りました。1つ目、予算3万円前後。この動画も毎回言ってんですけども、もうお金がない。まあ、出せても3万円ぐらいかなというね。続きまして、最低限の機能があって、コスパがいい商品。まあ、これはそのままです。スペース問題。監督の現在洗濯機はね、縦80、横50、奥行き50。かなりコンパクトな洗濯機となっております。どうせ分割で買うんだったら、まあ、高いやつボンって買ってね、自分で見るドラマ洗濯機は絶対いいんですけども、そもそも受けませんでした。まあ狭いんですよね。いやー、そしてですね、ここはもうこの間ね、どうせ買うならデザインがいいのがいい。デザインがいいのがいい。デザインにこだわりたい。はい。この4つのポイントをもとに、様々な洗濯機をですね、ブログだったり、動画レビュー、実店舗に行って、設置料金とか引き取ってくれるサービスとか、送料とかね、価格自体が安くても、電化製品だから家電リサイクルとかなんかそういうのあるんですけども、というわけで、ビッグカメラで購入してきました。選んだメーカーはアクアです。型番がですね、AQW-GS50JBK。ちなみにこの BK に関しては、ビッグカメラの略なので、メイン機能はほぼ遜色はありません。大きく2つのポイントでこの機種を選びました。まず1つ、価格以上のデザイン。クリアガラストップ、上の面がですねクリアで中が綺麗に見えます。やっぱね、洗面台の裏に洗濯機があるんですけども、1日何回かは見ますよね。まあ、ほぼ毎日目に映るというわけで、どうせだったらデザインがいいというわけでクリアトップガラス選びました。もうむしろ一目惚れですね。もう見た目が美しいのと、まあ、手入れもしやすいという実用面を兼ね備えたクリアトップガラス、めっちゃいいと思います。続きまして、洗いのプロアクア。こちらメーカーは中国なんですが、かつて日本の大手電機メーカー三洋電機、この三洋電機の技術を継承しておりまして、さらにですね、もっとこれすごかったのがコインランドリー業界ナンバーワン。データは2018年と古いのですが、その当時約7割のシェアを占めておりました。ということですと、そう簡単に壊れないなというところも購入する一つの動機となりました。
洗濯脱水は 5kg、 一人暮らしにはちょうどいいです。大きさなんですが89、52、49、重量はですね約 26kg、 一般的な洗濯機よりはサイズが小さいので軽いです。運転時間は約37分、騒音レベルは 47dB、 まあちょっと大きいかなっていうぐらいですね。他に候補としてパナソニックや東芝、まあ日本のブランドですね、もしくはめちゃくちゃ安いハイエースですとか、かなり魅力的だったのですが、先ほどのですね4つのポイントで今回絞らせていただきました。特徴を紹介していきたいと思います。まず1つ目、 3D アクティブ洗浄トールウィングパルセーダーで衣類を大きく攪拌、縦横方向の立体水流で洗いムラを抑え、しっかりもみ洗いをしてくれます。スクラブドラム、メリハリのある凹凸ドラムの壁面で衣類をしっかりもみ洗い、脱水穴を小さくすることで喉の痛みを抑えます。高濃度クリーンシート、洗濯槽の高速回転で上蓋の吸気口から風を槽内に取り込んで風の力で回転、河川衣類を乾燥させます。こちらはですね 1.5kg までとなっております。そう、自動お掃除、脱水時に噴出される水量によって洗濯機の裏側に付着している洗剤カスを洗い流すことによって黒カビを抑えます。まあ要するにですね、カビ取り機能も備わっておりますね。予約運転、予約タイマーは最低2から24時間まで設定可能、洗い時間、杉回数、脱水時間をお好みで選択することができます。コースに関しては標準コース、杉1回コース、お急ぎコース、おしゃぎコース、毛布コース、自分流コースとそれぞれ選ぶことができます。はい、ちなみにこの自分流コースなんですが、自分流に合わせて設定した運転内容を記憶させることができます。あとはですね、蓋にロック機能、チャイルドロックというものもついております。最後にですね、ビッグカメラ版ですね、 J の後に BK がつく型番なんですけども、こちら一機能が備わっております。ショットコース、時短洗濯ができます。約20分で少ない衣類を洗濯してくれます。まずですね、基本機能が最低限備わっておりまして、3万円ぐらいでお求めの方、1人から2人の少人数の洗濯機を探している方、部屋がですねそこまで大きくない小型の洗濯機を探している方、最後にですね、どうせだったら毎日見るものだからおしゃれな洗濯機が欲しいという方、こういった方にとてもおすすめな洗濯機となっております。どれくらい持つのかな、これからね。というわけでですね、こちら AQW GS50JBK 全自動洗濯機を紹介していただきました。このチャンネルではですね、こういった家電レビューだったり、大好きな映画だったりアニメグッズ、興味がないジャンルでも編集で面白おかしく分かりやすく徹底的に紹介していくチャンネルとなっております。ぜひまだ登録をしてない方はですね、登録していただきますとありがたいです。というわけでまた次の動画で会いましょう。ちなみにこちらがですね、昨日買ってきた多角球の服なんですけど、3000円分のポイントを使いまして約1000円ちょっとで買うことができました。デザインを出たい洗うことは洗えないのか、いや洗えるか、クーリングオフ、いやクーリングオフは違う、あと一応サムネイル撮っておくか、多分向こうで撮る可能性はあるけども、サムネイル俺はこれでいく。